どうもめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、もう今びっくりしてんのが、あとね、今10日なんで、あと8日なんですよ。あと8日で、今調べてみたら、あと6個を紹介しなダメなんで、ほんま1日3投稿ぐらいなるんですけど、まあそれは気にせず、でもしっかり動画とか見て話してるんで、まあその辺は、まあ許してください。ということで、投稿多くなりますけど、よろしくお願いします。ということでね、これもやっぱ近畿のチームって結構ゆっくり話したい、今後大阪です。今後大阪、まずね、どんなチームか、どんなチーム教えてあります。バチバチ厳しいチームなんです。今後大阪といえばもうね、基本髪の毛ソリン、五輪じゃない、もうソリン、もうほんまに何でしょう、フェード入らしたん、もう今後大阪ちゃうかいうぐらい、ほんまにツルツルなんですよ。毎回、ほんまにもう甲子園見とってください。もう毎回ツルツルなんで。ほんで、そんなチームの紹介をします。やっぱ大阪屋なんでね、やっぱ詳しいんで。場所は高槻にあります。あ、大阪なんでちょっとね、もう東京の見てる人だからしたら、なんやねんってなりましたけど、大阪の高槻っていう場所にあって、卒業生で言うと、楽天の愛慶、もうわかんないですね。ほんで、元中日の吉見選手。んで、元ロッテ、上松選手。で、阪神、ヨーカー選手。そうなんで、サッカー、林拓人。サッカー、森田、エイマサ。で、俳優、田畑智子。ん？俳優なんこれは。珍しい名前やな。田畑智子って、字一緒やし。ほんで、春季大会データが、まず、1回戦4対1で大阪電通にね、勝って、ほんで3対1、2対1、9対0、2対1、12対4で大阪桐蔭に0対7で負けて、で、近畿で2対0、高田商業2対0、近江7対6、ほんで8対1で和歌山東に負けてっていう感じなんですけど、まあ、なんでしょう。この今後大阪っていうのは、ほんまになんていうんですかね、ほんまに昔からほんまになんかいいところで勝ちきれないみたいなチームなんですよ。でも絶対接戦するんですよ。だからね、今回も楽しみにめっちゃしてますし、ほんでなおかつこういう細かい野球するんで、なんかなんやろ、ここが優勝候補みたいな、桐蔭以外に、じゃあ例えば1回戦どこと当たるか分かんないんですけど、ほんまにめっちゃ強いチームとかとやってたら一発倒して次負けるようなタイプのチームなんですよ。だからそれでね、説明をしていくと、まず監督がね、この横井監督でもうめっちゃ厳しい人だと思います。で、大阪府出身で金剛第一高校で、現金剛大阪、名前変わる前ですね。ほんで台大に行って高校卒業、高校大学では二塁手、大学卒業後母校に赴任し、部長を得てその年の秋に監督に就任。激戦区の大阪で春に2回、夏に1回に甲子園出場を果たしてます。保健体育の評論です。はい。で、このピッチャーの子もまあ140出るか出えへんかぐらいのまあピッチャーなんですけど、なんかね、でも1回戦これ花巻東、ちゃうわ、日大三島っすわ。日大三島って報徳のね、あれから行ったっていうチームと一回戦当たるんですけど、ほんまだから面白い勝負はすると思いますね。日大三島と金剛大阪っていう、ほんまに実力もトントンなんで、でもそれで言ったらやっぱり金剛大阪が一回戦はやっぱ勝つと思いますね。二回戦どこと当たるか分かんないんですけど、ほんまに見とったら分かると思うんですけど、大阪ってレベル高いなっていう野球をしますね、ほんまに。何でしょう、なんか桐蔭と履正社を倒すためには正直実力じゃ無理なんですよ。これ大阪のやつみんな分かってるんですよ。実力じゃ勝てない。でもワンチャン一発勝負で全員が潰そうとするじゃないですか。ってなったら正直何をするかって言ったらほんまに細かいことばっかするんですよ。だからね、変な話、これはもうね、大阪のチームはほとんどもうね、ほんまに瀬古技ギリギリ、もしくは瀬古技をやってると思いますよ。そのなんていうんですかね、ほんまに名門がやらんような、ほんまに細かいことを徹底的にやってます。じゃあ例えば金剛大阪、金剛大阪で例えたらあかんな、その大阪のチームで言ったらほんまにそれこそサイン盗みもそうですし、
まあ言うたらそのキャッチャーかが構えたところとかも全部こう知らしてると思います。そういうなんでしょう、そこまでしないと勝てないんですよ。でもそこまでされてるから、ほんまにもうマジでノック見たらわかります。もうお前らなんかねえ飲まされたんかみたいな。まああのほんまにワンピースの魚人でいうあのエネルギーステロイド飲んだやろみたいな、いうぐらいもうね、もうえ気違いじゃんっていうぐらいの声でノックするんで、もうそれはね見とったら分かると思います。しかも全部全力疾走で、でもオールフェード、もうねバチバチですよ。でやっぱこのほらチームを見てもやっぱり結構大阪のやつばっかなんですよ、ね、大阪西成市にやって柄悪いですね。んで、ね、これの今後大阪の説明します。今後大阪は、練習時間。ちょっと待ってね。どこ行った?あった。はい、今後大阪のまず練習時間は、結構長いと思うんですけどね。平日は約3時間半です。で、土日は6時間。土曜日6時間、日曜日9時間。ほんで、オフは水曜日で、年末年始1週間とお盆に、2、3日。そうなんや。でもこれは面白いですね。その、なんか名物練習、名物メニューみたいなのに、年末に OB と現役生が試合するらしいんですよ。でもね、これはマジで結構どこの高校とかもやるんですけど、こういうのってね、結構現役でやってる2年生、その当時の2年生よりかも引退した3年生の方が強いんですよ。なぜなら3年生はノープレッシャーです。だから今後大阪とかね、マジで、ほんまにあんまりだからそのチャラいプレーとかマジでしないんで。だからほんまに、なんでしょう。マジで比較的な野球なんですよ。その修学館とかとはマジで真逆の。どこでしょう、そのままチャラい系っていうか、まあなんでしょう、細かくない野球をするって言ったら、まあ修学館とか今回出てるところで言ったら、まあ明秀日立とかで、他はまあクラーク国際もそうですね。まあ大雑把な野球なんですよ。それとは逆のほんまに細かすぎる野球をやってくるんで、これはねちょっと楽しみですね。ほんで、12番、これ出てますわ、これ。このね、これはほんまに、言っときたいね、これは、マジで。この、流行ってる有名人で、このね、モンキー D ・デイスケって書いてるんですよ。これはね、もう自分のね、ほんまに、TikTok でもよくコラボさせてもらった、ほんまにね、友達なんで、これがね、名前出てきてんのは嬉しいな。もう、返せよ。はよ、甲子園出て、俺の名前書けや、な。だいぶ遠いとか思わないですよ。関東カーター出ると思います。んで、このかっこいいのが、やっぱり、最後の一言で、先を見ずに、目の前の一球に全員が、入り込んでいるところが、やっぱ自分らの野球の強みやということでね。もう正直、同じ大阪として、めっちゃ勝ってほしい。やっぱその、日大三島が1回戦で、まあその、報徳の監督が行って、まあ出てきたっていうことやけど、なんか、そんなんじゃなくて、やっぱりこの大阪の野球はやっぱ強いねんぞっていうのを、やっぱその桐蔭履正社以外のチームがこうね、みんなに教えてあげたいです。やっぱこう、自分らの時とかも、やっぱその、負けたチームとかでも、その練習試合とかしたら、ほんまにお前、金剛坂とか、花巻東、甲子園出たじゃないですか、もうコールド勝ちとか、もう波勝ももう、どっか甲子園のチームだったらもうボロ勝ちみたいなのがほんまにザラやったんで。今後大阪レベル高いなって思わす野球をぜひ甲子園でしてほしいと思います。あとはまあそのプチ情報で言うと、オートミルフレーク、これを買ったんで、ちょっとね日に日に痩せていっても全然心配はいらないんで、まあ、その辺だけ。ほんでね、自分ね、ちょっとやりたいことが、甲子園始まったらあるんで、それもちょっと皆さん期待しとってください。結構投稿が多くなりますが、またね、その随時、もうチェックの方、よろしくお願いします。それじゃあ、次の動画で。
会いましょう。